хийчихсэн лээ. Ошоши. Фунаки. Има доко? Э? Э, мажиде? Нитоне? Котоне じゃ нэ ё, 全然 笑え нэ ё. いやもうこっちついちゃってるからさ。え、来てるよ。挨拶したよ。しないわけねえじゃん、顔知ってんだから。いやだから直接喋ったことねえから。うん、徴兵会、まああの時ベロベロだったじゃん。あんなん紹介もクソもねえよ。うん、大丈夫だけど、ちょっと今こっち早く向かってよ。うん、ちょっと待って。木下さん、船木、もしもし、今どこ？うん、え、まだ家出てないの？うん、うん、え、で、俺どうすりゃいいの？うん、知ってるけど、行こうと思えば。いや、怒ってないよ、怒ってないけど、来てよ早く。うん、うん、分かった。あ、坪井さんって俺より上？いや年、あ、下。ああ、オッケー。うん、分かった。うん、じゃあ。ありがとう。なんつってました？うん、まあいろいろ言ってたんだけど。とりあえず俺旅館の場所知ってるから。はい、行きます。すいません。すいません。いや、ちょっと無理ですよ。予約とかしてなかったんですか？してない。そこまで頭回らなかった。いやでも
もあるんじゃないですか。え？ありますか。ありますよ。大丈夫ですよ。映画な。はい。釣りバカみたいなやつか。いや。なんだいや。もしかしてエロ映画か。違いますよ。ああいうのん撮ってほしいんやけどな。こう縛ってこう釣るやつな。着物着てな。ほら、そういうやつあるだろうがいや。シリーズの鬼弾力とかそういうやつ。兄ちゃん、そういうのん撮ってえな。いえ、ダメですよ。俺童貞でやったことないから。あ、そう。それはもったいないな。なあ。すいません。うん、すいません。うん、あ、そうだ。ちょっと聞きたいことあるんですけど、この辺どっか泊まれるとこないですかね。はい、お疲れ様でした。寒かったでしょう。山入ると急に冷えますね。ここら辺特に風が強くて。そうそう、体感温度ね。皆さんそう言うんですけどね。あちら、これが普通だから。旅行ですか。あ、まあそんな感じですか。あんたらみたいな若い人はもっと賑やかなとこ行った方が面白いでしょうに。いや、そんなことないんじゃないですか。若いとかそんな別にね。うん、なんかあったけえな。この川上がってったあたりなんか紅葉きれいですけどね。よくカメラ撮りに来とんさるけど皆さん。へえ。でも紅葉も終わったけえな。あとは釣りぐらいなもんかな。欲望の美学見ました。あ、欲美？はい。え、どこで？スクリーミングなんとかって。あ、スクスク、ありがとう。スクリーミングスクリーン、うん、はい。特集上映の時俺もいたんですよ。あ、そうなんだ。はい。面白かった？あの見えない銃持ってるのはあれ船木ですよね。あれいいっすよね、あの船木ね。俺もあれ見たよ。大いなる楽園、また逃亡7秒前。ああ、ありがとうございます。あれ最後主人公が白いワンピースの少女とすれ違うじゃん。あの少女って結局人間でも天使でも何でもなくて、まあ主人公の心象を表した一種の記号でいいんだよね。え、っていうか人間ですけどね。いや、それぞれの人の解釈っていうか、はあ、まあ、そ狭い感じの映画じゃないんで。船木なんか言ってました？言ってない。今度やるやつ。うん、船木事務所入るんでしょ。そうそう。で、あいつ自分主演の映画撮ってほしいっつって。坪井くん？
いやいやいや、俺と船木で何か書いて、それ木下さんが監督するんでしょ。全然聞いてない。え、でも言ってました、あいつ。何も知らずに来たんですか。うん。いや、人から旅行を誘われたの初めてだったから。これコツとかあんのかな。おびき寄せるとか。この辺バカトンですよ。なん、パーデン？バカトンですわ。バカでもトンマでも釣れるんです。エクスキューズ？キャンとかじゃ。日本語わかります？あ、はい。魚持っていく？いいよ。いや、でも、これが刺身でできるやつで3匹で5000円。で、焼き用もあるけど、焼き用がもうちょっと小さくなって1000円。あ、買うんですか？なんだよ。普通そうか。置いておきますね。これ5000円。高くなってるよ。なんだよ。5000円。じゃあ、2号。え、2号でいいよ。え、5000円でいいな。大きいし若いから。ヤマメだわ、こんないっぱい。竿しなったでしょ。しなったっていうか、運ですね。あんたらすごいなあ。これ刺身にしてもらってもいいですか。ええよええよ、ええ思い出になったな。お父ちゃん、ちょっとこれ見てえな、これ。お父ちゃん、お父ちゃん、これ見て。釣りなんかしたことないのにこんなにいっぱい取ってきて。これ、刺身タダになるの？いや、無理なんじゃないですか。聞いといた方がいいか。まあ、もういいじゃないですか。食べましょうよ。木下さん、これ飲みます？いいけど、大丈夫？いや、持ち込み。大丈夫ですよ、今時そんなの。大丈夫ですよ。まあ、一応。ね？
と待って、何なのよこれ。もう仕方ないんじゃない？仕方なくはない。いや、わかるけどさ、どう見たって空だしね、言いに行ったってね、持ち込んだの俺らだから。もう諦めるしかないんじゃない？いました。あ、はい。お魚美味しかったです。おじさん、おじさん、おじさん、おじさん今寝てた。お布団だったら隣に引いてありますから。おじさん、お酒は飲む方、飲まれる方？僕は一滴も飲めないですよ。本当に？飲めないですよ、飲めないですよ。本当に？飲めないですよ。露天風呂も時期に沸きますから。え？露天風呂が時期に沸きますって。露天風呂が沸くってどういうこと？おじさん、これも露天風呂に入るの？屋根がないのを露天と言うんです。だからこれも露天風呂って言えるんです。皆さん、ここにハゲありますよ。あ、これ？これ小学校の時か、4年生あの友達に彫刻刀で削られたやつ。あ、いって。僕もありますよ、小6の時。同級生のやつで調子に乗って、校舎 の屋上あの2階のとこから飛び降りて、で指から落ちて、でこれ中指、中指がこう半分くらい指の中埋まったんですよ。いったー。ね。もう絵面がもう痛い。痛いわ、それ。あんたらバンジージャンプって知ってる？知ってますよ。あの落ちるやつでしょ？やったことある？あります。これないわ。あのゴムみたいな足結んで川に落ちるやつ。うんうん、やったことない。うん、俺あれやってゴム切れたことある。あっせえ。ていうか、怖え。おじさん、それ大丈夫なの？見ろ。
ダメだ。出ないっすね。出ないっすね。その人さんはあんまり喋るのとか嫌いなんですか？聞かれたら答えるよ。聞いていいですか？いいよ。じゃあ木下さん、なんで童貞なんですか？なんでっていうか、やったことがないっていうのは童貞ってことだから、まあ、そういうことなんじゃないの？じゃあ、あれですか。ということは、その、そういう、女の人のあれとかも見たことないんですか？あるよ。そういうお店ですか？違うよ。何ですか？姉ちゃんの。置いとけなくてやることないと無意識になんか投げちゃうよね。そうっすか。こういうとこ来てやることないと砂に何か書いちゃいますよね。字じゃないもん、穴持ってんだもん。無意識にね。メロロ来たね。ああブラジャー、いやーちょっと、カバンも全部。全部。流されたの？服は？え、財布とか？うわ。なんか買ってこようかしら、あったかいじゃん。大丈夫。だいぶマシになった。東京のどこ？住んでるとこ？原宿。高いとこ住んでるんだね。東京のなんですか？そう、俺らも東京。本当にいらない？あったかいジュース。大丈夫。俺らも東京だ。何してたんですか？俺ら？うん、まあ普通に。
解かないよね、普通。はい。なんか買ってこいか。彼女かな。ん？いい匂いする。嘘。あ、あ、ああ、あの女性の匂いだ。あっちゃん、年いくつ？21。21？ 夏したか。高3の時に小4。自炊？一人暮らし？うん。俺と一緒だ。遅いね。何だったっけ。何だっけな。あ、鍋焼きうどんセット食べます。いや違う違う、大丈夫だから。いや、え、普通同じもんだったら一緒に来るよ。大丈夫だから。それよりこれからどうします。あちゃん、どっか行きたいとこあったりしたんじゃないの。いや別に、その辺ブラブラしようかなと思って。一人っ子。いや、下に2人。誰？俺と一緒だ。それより、あの、あちゃん、砂丘行くって言ってたよね。おいしそうセット、お待たせしました。え？これ、違うんだけど。え？俺、鍋焼きうどんセットなんだけど。でも、注文聞いたの俺じゃないからさ。そうだけど、あなたここの人でしょ。だから今俺が持ってきたわけだから。そうでしょ。そうですよ。いや、俺鍋焼きうどんセットなんだけど。だから注文聞いたの俺じゃないからさ。でもこれ違うでしょ。違いますね。うん。お母ちゃん。いや、もういいよこれで。じゃあこれで。すっごい冷たい。自殺？家出だ。失恋。じゃあ昇進旅行。不倫。妊娠で、子供を下ろす。なんとなく1ヶ月過ごした。過ごすんだけど、幼稚園の前通っちゃう。一人の子供が泣いてる。で、その子供が抱きついてくる。子宮が痛む。それでそのまま子供抱きかかえて逃げちゃう。それ普通だな。そのまま子宮に押し込む。無理だろうと思ったけど入った。うん、入った。入った。それで木下さんも何か言ってください。ちょっと待って。あぶ。
いとこつけた。まあいいんじゃないですか。いいよね。大丈夫だよね。なんかテンション高いっすね。全然一緒だよ。結構可愛いっすよね。そうか。いいんじゃないですか。おっぱいも綺麗だし。おっぱい見てない。いや見てたでしょ。俺見たもん。木下さんがあっちゃんのおっぱい見てるとこ見ましたもん。乳首は見てない。同じですよ。うん、いや一緒じゃないよ。だって坪井君だってさ、女優が脱いだとかの判断乳首で決めない？グラビアとか写真集とかってあれ見えた見えないって結局乳首でしょ。ヘアーと一緒でしょ。ねえ、あっちゃんはさ、付き合ったことがないからわかんないって言ってたけどさ、例えばこう欲望入り口として、でそれが発展して恋愛に至るのは方法としてありだと思う？いやマジで。だからやっちゃってから付き合うのはありかっつってんじゃないの？ああ、それ私はなし。ああ、なるほどね。私が思うのはね、ちゃんとまずお互いの気持ちが、いやお互いの気持ちを分かった上で、結ばれた方がいいと思う。え、なんで？その方が一番綺麗だから。綺麗か。うん、だからそうなんだよ。だからさ、人間にはさ、こう性欲っていう部分とこうメンタルなこう感情の部分があるわけじゃない。でその二つがさ、こうなんていうの、一つ屋根の下で共存。
共存できるのかな。木下さん、要点がつかめない。だから、究極は その2つ？うん。性欲と感情、性欲と、精神的な感情がこう、溶け合って、一つになりたい、なる。うん。それが究極。だから、愛の話をしてんの。つぼい聞いてる？聞いてるよ。分かってんの？分かりますよ。何がよ。何がって別れたばっかだから。いつ？こっち来る前。どれぐらい付き合ったんですか？6年。はい。やっぱそういうなんか結婚とかそういうね、いろいろ。まあ6年も同棲したらそれなりに。子供たちが空に向かい両手を広げ取り合う夢までも掴もうとしている。大丈夫？大丈夫？結構水持ってきて。え？結構水。結構。俺木下なんだけど。水持ってきて。はい。水。大丈夫？
1枚取れるよ。あと1枚取れるの。ケンさん、これまた同じでいいの？いいよ。同じでいい。じゃあすぐ行こう。先ちょっとこういうのにしてもいい？それ顔が見えちゃうよ。いざこう寄ればいい。絶対クリスさんこれ見せちゃう。ちゃんと映るようにしてんだよ。分かったね。じゃあ筆を出したら向かい。うん。いや。ちょっと。はい、来たよ。来たよ。12時52分あと1分か反対だ安倉方面ですよああと30分あるわThank you.
あといくらぐらい残ってます？3000ちょっと。これ4000。4000。船木連絡つかないっすね。あいつが金持ってるの。7000で何しようか。なんかありますかね。帰れんじゃない、それで。船木は大丈夫じゃない。いやでもあいつが時間通り来なかったから悪いんじゃない。そりゃそうだけど、そもそもね。なんだい、金ないだかいや。旅行？学生かなんか？いや、いやわしの一個もな、大阪の大学行っとるだけどな。うん、二人で一個食ってるっちゅうのは変だでわい。なんぞ食わんだか。いやいや、いやこういう時はいいだで別に。ピラフでいいだか。おい、ピラフ2つとビール瓶で1本。そっか。いや俺の一個がな、大阪の大学行っとってな。大阪からか。東京です。東京全然わからんな。あーそう。夜とかどうしとるだ。夜ですか。夜はなんか安いとこ探して。そんなの今日もか。はい、多分。どっかねえかな。え、いや止めてやったりよ。ええけど。え、いいっしょいいっしょ。止めてもらえよ。ええって言うだけ。いや本当に大丈夫です。ええよ。いや、お前ええがんな。な、食ってから考えりゃな。一人多いかな。あ、俺トランク乗れましょうか。いや本当に乗れますよ。やったことあるし。大丈夫大丈夫。レイコ、お前ここでな。な、歩いて帰れるわな。やだ。写真ばらなくぞお前。ボンちゃんひでえ。え、あんたら、ええけ、乗って乗って乗って。失礼します。何でもしていいから。リモコン。あれ、ここ。はい。あ、腹減ったら冷蔵庫なんか探してみて。え、あの。ああ、俺ちょっとポンちゃんと行かんといけんけ。あ、そうなんですか。あ、敬語使わんでええで。あ、はい。いや、ええって言って。全然何してもいいから。
俺もすぐ戻ってくるし。ああ、ほんじゃ。ねえ、木下さんの映画って女の匂いないですよね。お、女の匂いって何？あ、出てないわ。女の人出てないですよね。だから女の匂いってなんだよ。え？じゃああれかよ、戦争映画は戦争行ったやつじゃなくて撮れないっていうの。別にそういうこと言ってないでしょ。自分は6年間女と同棲したことがあるからな。何？その恋愛映画撮る資格ありますって言いてえの？悲願でね。悲願でねえよ。ちょ、マジそういうこと言われると腹立つんだけど。お兄ちゃんの友達で、お兄ちゃんいつも7時に帰ってくる。あ、そう。あの、すいません、あの、お電話お借りしても。お疲れさまです。それであの、あの金髪の彼みつるなんですかね。あの彼の電話番号を。この高校教育フェアは米子産業体育館で明日までです。すいません。早いね。もしもし、あのさっきの2人です。いや、ほら、あの喫茶店の。そうです、そうです、トランクの。今何時でですね、あの2人でちょっと考えたんですけれども、僕らもやっぱり明日がありますし、あの家族のことを考えてもですね。はい、で今現にそういう状態なんですけれども、え、もう全員揃ってます。はい、はい、でですね、あのこの辺りになんか安く泊まれることは泊まれるところがないかなと思ってちょっとお電話したんですけれども。はい。
ですが、今はですね、パソコンで年賀状を作る人が増えているんだそうです。ここ違うんじゃない？お二人ですか？はい。県東部の市町村合併では、今日八頭郡の持ヶ瀬町が鳥取市などとの合併に合流する方針を固めました。持ヶ瀬町では今日の町議会特別委員会で鳥取市などと合併する方針を決めました。選択肢は鳥取に合併する以外に、私は生きる道はないではないということを意思表明したところ、ほとんどの方のご賛同をいただいて、八頭郡の八町村のうち持ヶ瀬町を含む西部のいわゆる地図谷では、すでに川原町が鳥取市などと法定合併協議会を設置することを決めていて、持ヶ瀬町もこれに合流、さらに佐治村も明日の特別委員会で鳥取市との合併を目指す見通しとなっていて、残る地図町の判断が注目されます。一方、まだ方針を明らかにしていない八頭郡東部のいわゆる高田谷では、今日船岡町で特別委員会が開かれましたが、他の町との対応について決めても遅くないとする判断を見送りました。船岡町では持ヶ瀬町や佐治町の判断を見てから、すぐ特別委員会を開くとして、来週高校では最終的な判断をします。この部屋しかないんですか？ああ、次はあいにくここだけ。ああ、お風呂いつでも入りますけ。もうみんな入りましたけ。みんな？ええ、もうお客さんだけで。あ、それじゃあ私お料理の方支度してきますけ。すいません。お風呂って？あ、この向こうです。後ろ通っていいですから。はい。
めた方がいい。お前これ落としただろ。変えてもらってきて。食おう。ちょっと思い出しちゃった。え？いや、ここツインって。ここがツインですって。味噌汁多いよな。子供多いし旦那死にそうだし布団くせえし帰ったのかな。船木。いやいや。ああ。はい。うん。でも財布持ってないんだよな。なあ。俺、あれ泳いでなかったような気がするな。あっちゃんね。じゃあでもなんであんなとこであんな格好でいたんですか。え？俺らに会うため。ちょっとマジで言ってんすか。やばいな。目が良かったよね。あ、木下さん好きじゃないって言いませんでしたっけ。俺そんなこと言ってないよ。いやあれ言ってましたよ。あっちゃん風呂入ってる時に俺が可愛いっすよねって言ったら、そうかって。
だから言ってないじゃん。まあいいや。絵的にね。絵的にいいよね。目？鼻大きかったよね。あれね。鼻大きいんだよな。別に俺悪い意味で言ってないよ。いや、だから。いいですよね。いいよね。何がしたかったんだろうね。勝手に消えやがってよ意味わかんねえよな。うん戻ったら忙しい。まあバイトありますけど。いや、映画の方。ああ。別に大丈夫ですよ。じゃあ帰ったらさ。はい。なんか。なんか書いてよ。一緒に書きましょうよ。いいよ。お釈迦様は極楽の蓮池の土地に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがてダダが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながらブラブラ終わり気になり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとするダタの無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様の目から見ると浅ましく示されたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のお足の周りにゆらゆら額を動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。おばさんは？父ちゃんが病院に運ばれた。へえ。え、みんな病院行ったの？母ちゃんがお金もらえって。いくら？じゃあ3000円。運命的な出会いなんでしょうね。